バーチャルウィーゲーマー、お誕生日。2022年9月24日で、バーチャルウィーゲーマーは、3歳です。参ったかおめえ。ということで本日は、バーチャルウィーゲーマーお誕生日スペシャル動画。バーチャルウィーゲーマー、クッキングこのコーナーでは、日々、食を探求してやまない皆さんへ向けて、バチャイゲが、明日思わず試したくなる至高のレシピを、お届けします。まずは、お椀に飯をよそいます。飯は食べられる量をよそえば、大丈夫ですが、お椀は、深めのものを使うようにしましょう。冷や飯の場合は加熱。そうしましたら、シーチキンを用意します。バーチャルイー、オープン。そしてシーチキンを、飯にかける。醤油もかける。これは、自分がいいと思うまでかけていい。危険ラインのギリギリを攻めるのがいいでしょう。なんと、マヨもかける。世界観は醤油と同一です。自分の限界を目指しましょう。混ぜます。まんべんなく混ぜてもいいですし、ダマがあってもいいでしょう。料理をする上で、皆さんは完全に許されています。どこへ向かっても、向かわなくてもいいんですよ。できました。バーチャルイー、フードです。お誕生日スペシャルエディション。これは、作りやすく、かつキャッチーな味があり、しかも油分がふんだんに、まぶされているので、極めて飲み込みやすい。具と飯が一体化しているので、おかず、飯バランスを考慮する必要もない。優れたバーチャルイー、ゲーミングフードです。食べるにあたって、頭を使わずに済む。飯とツナ缶と、適当な調味料さえあれば、すぐに作れる利便性も素晴らしく。調味料については、からし、ラー油、かつおだしなど、アレンジを効かせても楽しいですね。そういった感じで、おのおのご家庭で、作ってみてください。食生活をバーチャルイーゲーマーにしよう。4年目も、バーチャルイーゲーマー。